北野龍です。北野雄介です。ベースの秋野です。野村さんです。はい、この度、6月6日、メジャーセカンドアルバムですね、インフェリゴリティコンプレックス、リリースします。こちら非常にですね、今まで結構幅のあった、リーチなんですけども、非常にその音楽の幅をあえてガッと凝縮させることによって、非常にどういうバンドなのか分かりやすいかなと思うんですが、皆さん今回感触どうですか。じゃあ雄介さん。非常にライブしたくなるような作品でした。はい、ぜひぜひ聴いてください。はい、じゃあ来ました。はい、1枚通して37分でした。はい、もういつでも聴けるもんで聴きます。聞きます。わかりました。はい、浅野さん。はい、激しいので何か予感できる部分が嬉しいです。はい、じゃあレオさん。はい、激しい、スピード感があるっていう、僕らの持ち味を特化したような作品なんですけれども、それでもすごく聴きやすい、何度でも通して聴けるような作品だと思ったら、ぜひ手にしてください。はい、というようにですね、非常に今激しくて、メロディアスかつ、非常に BPM の高い曲で構成されている、刺激的な一枚となっております。このサイトを見ているようなね、ロックにアンテナ張っているような人たちであれば、聴いていただければ非常に響く内容になっていると思いますので、ぜひ一度聴いてください。そしてそのアルバムを持って、全国ツアー The Fatal Experience を7月6日ですかね、全国27カ所、回りますので、お近くに注意した際にはぜひ会場に足を運んでいただけたらなと思います。詳しくはホームページをご覧ください。それでは以上、リンチでした。